だっこひも作りに人生をかけてます、キューズベリー代表のマッキーだよ。今日はカメラマンの2人、ラッキー、ついにキューズベリー2個発売が決まりました。2個、まず名前の由来を言っとこうかな。2個目に使う2個、毎日ニコニコしてほしい2個、この抱っこ紐を生活にプラスすることで皆さんの育児が楽しくなりますように、笑顔になりますように、ニコニコで2個っていう名前にしました。2個の特徴はちょっと教えてほしいな。2個の特徴はまずおんぶと抱っこ、この2つができる。で腰ベルトと、この腰ベルトと肩紐で赤ちゃんの体重を支える。あとポイントがあって、ちょっと僕の虹がでかくなってしまうかもしれないけど、こう上から見た時に赤ちゃんが入るところが360度ホールドされるので、落下しにくい、めちゃくちゃしにくい。これポイントです。次のポイントは、次のポイント、あ、次のポイント言っちゃう。お願いします。やっぱりあのうちのキューズベリーの特徴で前開きファスナーを採用します。前開きファスナーを採用することで、冬寒くてコートを着た時、病院行きます。で病院着きます、パッと赤ちゃんを出したい時、普通だったらコートを脱いでから抱っこひもを脱いで赤ちゃんを下ろさないといけない。それがもうコートを着たままボタンを開けてファスナーをシュッと下ろして出してあげることができる。これは他のメーカーほとんどやってないかな。うちだけの特徴で、すごいやりやすいです。何歳ぐらいから使える？0歳、約首の座った約4ヶ月頃、 5.5kg から出していただきます。で 15kg、36ヶ月、3歳まで使えます。めっちゃ使えるってことやな。色はカラーバリエーション、色が4種類を今のところ発売予定としてます。このグレー、グレージュとダークネイビーとブラウンと薄いベージュ、この4色を今工場さんの仲間たちが作ってくれてます。なんてやね、作ってくれてます。いつ発売ですか？発売は今年の元気ねえ。いつにしようかな。いつにする？年末30日発売します。30日やと無理やな。今日実は今こうやって撮影してるけど、今日はカメラマンの金子くんとカメラマンのゆうちゃんとモデルの浜田さんと一緒に撮影に行ってきました。でそのサイトをこれからゆうちゃんと一緒に作るんだけど、ゆうちゃんサイトいつできるかな。クリスマス前までには。クリスマス前にはできるかな、うん、じゃあ発売はクリスマス、いけるかな。で生産が上がってくるかな。発売は12月末を予定します。発送が12月中に行けるのか、もしくはお正月に行けるのか、どちらかになる予定です。お値段の方はお高いんでしょう？前タイプ2とかベーシックタイプがだいたい3万3000円から3万6000円7000円ぐらいだった。この毎日ニコニコしてほしいっていう2個、僕2が好きなんで2万円台にしようと思ってます。実際税込みで27,500円、楽天で販売しようと思ってます。今ちょっと本当に詐欺サイトっていうのがすごい出てるので、僕はお客さんに迷ってほしくないので、うちの楽天のみでしか販売しないので、よろしくお願いします。 GO！以上で2個の告知と説明は終わります。じゃあもしこれを気に入ってくれてる方がいらっしゃったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。毎日ニコニコしてほしい2個、12月25発売。'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.
Ooh, you catch me like